かホールで食って感じやん。いやめっちゃ楽しいっすわ。やっぱ食ったら楽しいっすよ。おーでかい。ホールで食った。おーやってほら来た。やりました。同じスピードで落としていくときにサミングで今までやってました。それをですねもう全てこのメカニカルブレーキのレバーで操作してしまおうというのが今回のこの円月プレミアムですね。そこ近づいてくれば少しゆっくりに落とすんですね。ホールっていうのはまあ誘い、これをよりスローによりたくさんの魚にアピールしてゆっくり落として、で、アピールハイアピールさしてですね、これでで釣ってしまおう。水深の左側にカッコでくくってある部分があります。これが巻きのスピードです、もしくはフォールのスピード。見ててください、今2で浮いてます。これをちょっと速くすると今度これが3になります。もっと速くすると4になります。で落とす時に落としていくとこのレバーを使って、今6ですけどゆっくりにするときはレバーを上に持っていく。そうすると今4、3、これぐらいですね。もっとゆっくりにしたかったらもっとレバーを前に持っていく、こんな感じですね。このようにレバーのこの移動によってフォールスピードもしくは巻き上げスピードを全部調整してあげる。これでドラッグが出る時も、嫌なテンションかからないし、フォール落ちる時もあの糸がまあね、スクールの糸と一緒に連動して動くわけですから、レベルワインドが。なのでスムースなフォールを実現する、これです。前に締めてゆっくりしたフォール。ああほら当たった、来た来たよ、ほら行きたい。フォールが4、巻き上げが3、まあスピードを抑えて押している状況についてきたなと思います。でかいよ、よしよし、ガイ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 。手首の角度が今まではロッドを持つとへの字に手首がなってたんですね。どうしてもこの手首のこの親指の筋が引っ張られてどうしても手首がどうしても辛くなってしまう。今回このガングリップにすることによって手首を基本的には起こしたような状態、この状態で持つことができる。そうするとちょっと難しいその人間工学的な話になるんですが、手首がですね非常にフラットな状態でロッドを持つことができる。釣りをしている最中も疲れにくい、手首が痛くなりにくい、常に安定した巻きにつながるっていうのが非常に大きなメリットです。今まではロッドっていうのは細いもんでした。で細くてロッドを持つのでどうしてもいろんなところに空間ができるんですね。空間ができると点で支えなきゃいけなかったんです。それがガングリップ形状になることによってロッド全体を包み込むようなこの持ち方ができる。
来てる来てる来てるよ。来た。非常にリールとこのシートのギャップを埋めている部分ですごくこうホールドしやすい。通常だとここでこう段差がどうしても出ててデッドスペースが生まれやすいんですけども、ここはすごくね滑らかに仕上がってるんで、非常にこう違和感なく非常にホールド性もいいパーミングがしやすい。おお来た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 よ。これはいいサイズだね。ホールド性がいいんでね、非常に疲れないです。ゆっくり余裕を持ってできるのがねいいところだと思います。いいタイですね。重いです。やりました。フラットバグワーク